豊島へ。ジーコが左の方にグッと寄って腰に手を当てて、さあスタートを切った、さあシュート、違った、ゴールの右隅決まった、見事なジーコの右足、ゴールの右隅。カズが助走をつけるのか、ビスマルクか、ビスマルクが狙うか、いやカズが蹴った、ゴールの正面、ゴール、カズベルディ2対1です。ベルディ、カズが見事なゴールをゲット。壁は6枚ほど作っています。左側からです。長嶋がそのまま直接今打った、入った、シュート、フリーキックからミューレルです。さあジョルジーニョが前を見ている、直接狙ってくるのか、ジョルジーニョ前を見ている、間を使うのか、ジョルジーが直接狙ってカーブ、マジックゴール、ジョルジーニョ見事にフリーキック、16分2対0ジョルジーニョ、豊かジーコ、ジョルジーニョ見事なインフロントのカーブ。ちょっと息が合わなかったので木村はコントロールしています。さあワンタッチ、木村が出る、右サイド、さあシュート打った、ゴール39分3点目のゴール、ベテラン木村和司、いやいやいや、からボールを貸してカズに合わせる、カズがスルスルと抜けた、さあシュートレンジに入っている、一旦ヒルキックバックパスからラモス、ラモスがボールキープ、そしてシュート、ゴール、ベルディ、ラモス、ラモス、ベルディ1対0後半の9分ラモスファンタスティックゴール。ボールは動きません。ゴール前をじっと見つめる沢登り、壁が6枚できました。さあボールを蹴った、シュート、ゴール、ダイレクト、ダイレクトゴール、沢登り J リーグ7得点目、ここしかないというポイントにボールは吸い込まれていきました。20m、アレインコフがボールを持って磯貝が蹴った、ゴールのシュートを決まった、芸術的シュート、磯貝右に入れました。後半14分、再びガンバ大阪勝ち越し2対1。さあ木村、さあビスコンティが走る、よしよし、さあディアス、ディアス、ディアス、さあどうする、ガンバ
マリノスが2対2でアントラーズに2点のリード。さあもう一度左からのコーナーキック、ボールがカーブしてゴール、前三振、入った入った入った、ゴールゴール、アルシンドコーナーキック、そのままゴールに吸い込まれました。綺麗にカーブ弧を描いて、そのままボールはネットの中、ゴールの中に吸い込まれていった。左当時ボールがキープされています。アントラーズチャンス、アントラーズゴール正面でボール上げた、アルシンドにボールが上がった、ここでクリア、クリア、危ない、クリア、クリア、クリアしました。もう一回アントラーズ行った、アントラーズ行った、シュート、決まった。11番の石井のイタリア人シュート、ガードすぐ下、四隅の一番難しいところ、キーパー取れません。ベルディーからこれをクリア、しかしロングシュート入った、決まった。ディフェンスの松田がなんと40メーターが速いかというロングシュート、ベルディー川崎のゴールが揺れた。あ、嫌なとこでやったら危ないぞ、中に動いた、中に入れた、ゴールが流れた、シュート、シュート、ゴール、松田のシュートが決まりました。前半33分サンフレッチェ先制ゴール、PKエリアの外、アルシンドチャンス、アルシンドもう勝負、もう勝負、ジャーッとシュート、3つのシュート、左足シュート、ゴール17分、ジェフサイチ、オルダミッチが抜いた、ペナルティーの中の折り返した、ヘディングダービッチシュート、ゴール、こちらがボールを左前方に出しました、頭の高、左から攻める、ゴール前にヘディングシュート入った、入りました、ヘディングシュート決まった、ヘディングシュート、高木のヘディングシュートが決まった、どういうフリーキックを見せるか、はい、一気がシュート、ゴール、ゴールの裏のようなシュート、ゴールの裏のようなシュート、グランパスエイトの旗が揺れます。ボールを上げるか、ゴール前に武田真弥、2人が待っている、1対1、永井がボールをドリブルで持っていって、ペナルティーエリアに入ってシュート、武田が持って、武田が11番のパスだ、タッチシュート、キーパータッチング、キーパーの伊藤ナイスセービング、しかしもう一度ボールへ行ってるシュート、津波のシュートはゴールポスト右、カズナシュートを右サイドから放ったんですが、ゴールキーパーの伊藤がよくセービング、ナイスセービング、に手を置いています。エル走り始めた、ボールを蹴った、キーパー下川止めた、下川止めました、左ポスト付近の PK を止めました下川、エル PK 失敗、ジーコのフリーキック、ジーコがボールを蹴った、直接シュートを狙った、キーパーパンチ、菊池がパンチしました、右のポストを狙っての絶妙のシュート、ゴールマウスの方に向かっていました。蹴るのは風間か、風間、おっとゴールキーパーセーブ、風間八尋のペナルティーキック、ゴールキーパー古川よく守りました。目まぐるしい速いパス回しを送るこの時間帯のアントラーズ、さあ内藤が右サイドからボールをゴール前に投げた、14番ヘリス、
シュート。最後は松永が左手1本で止めました。やはりこの辺り日本代表のゴールキーパー、逆にボールをキープから上がります。吉田フリーター、ジーコーワンツートラー失敗。しかしこれでも中の方に入れて足が飛び込んでシュート、キーパーブロック。もう一度黒崎押し込めるか、キーパーブロック。いやすごい、シジマール、ファインプレー、うまい。ここで8球さあアントラスチャンス、ボール反対サイド、ボール正面、あったシュート、あーとディフェンス当たって、もう一回シュート、おーっとディフェンス、ディフェンスファインプレー、ディフェンスファインプレー。2度ゴールキーパー飛び出して、無人のサンドロが2回体でボールを止めました。コーナーキック、アルシンドがつないで左サイド、さあペアピエリア、右折り返した、ボネール、あっここでシュート、シュートこぼれた、こぼれた、こぼれた、ディフェンダー止めて、またまたサイドへ行く、ここでもう一度、もう一度ボネールがクリア、守った守った守った、守りに守り抜いたフリューゲルス。渡辺ですね、渡辺ですか、素晴らしい防御。クロスにボールを上げた、武田がヘッドで落としたが誰もいない、さあラモスがいった、ラモスのシュート、キーパー、あーポストに当たった、ポストに当たった、カズが中盤で持って、さあ右サイドに上がってきた、ゴール正面、ラモスが前に出した、でピカーラからもう一回ラモス、ラモスシュート、またバーに当たった、ポストに当たった。イトマルスキーが待っている、そしてパベルに合わせる、パベルがレイサンドから折り返す、三村に合わせてヘディングシュート、クロスボールに当たった、次にもう一度フォロー、森がキャッチ、中西のヘディングシュート、森キャッチ、中西がセンターリング低い弾道ヘディングでクリア、自殺点、自殺点、自殺点、オウンゴール、なんと井原のヘディングのクリアは自分のゴールに入ってしまいました。オウンゴール。